こんにちは、ひとひかりです。今日のね、朝ごはんはコーンフレークですね。いただきます。最近コーンフレーク食べすぎてお腹下しちゃってるんですけど、それでも食べてますね。ここのところずっと雨で、すごい土砂降りになったりね、一日中雨なんですけど、すごいね、なんか体が重いですね。筋肉痛みたいな感じで、歩いてるからかわかんないけど、この間ね、駅使ってたんですよ。駅行って電車乗ろうと思ったら、駅の入り口に入る前に、なんかヤンキーカップルみたいな二人が二血してきて、男が前で女が後ろみたいな感じで、で駅に乗りつけてきて、もう駐輪場とかに止めないで、もう駅の目の前に原付置いてそのまま行くみたいな、改札行ったんですね。わーっと思って田舎なんでね、なんか無人駅みたいなとこ使ったんですけど、まあ多分そういうのも許されちゃうのかなって感じで、わーって思いながらそのままついてったんですね。なんかそのヤンキーカップが前になっちゃって、で改札ちょうど電車来て、その男が先に改札通って、で女がなんか財布、めっちゃ分厚い長財布で、そのタッチするところにガンガンガンってやって、なんか押し付けてるんですね。でも反応しませんみたいな感じになってて、で無人なんで駅員さんとかもいないんですよ。もうずっとね、5回ぐらいめっちゃ改札ぶっ壊そうとしてて、ガンガンガンって、でもう無理、行けない、電車間に合わないみたいな感じで、もう絶対間に合わないんですけど、で僕そんな急いでなかったんで、後ろでわーって怖ーって思いながら見てたら、で僕の後ろにも何人か並んでて、そしたらなんかそのヤンキーの男が女の人に向かって、後ろ並んでるからちょっとドキなみたいな言ってて、意外と気利くじゃんと思いながら、で女の人がこっち振り返って塩らしくどうぞみたいな、こんな感じでやってきて、怖いなと思いながら先に通ったんですね。僕荷物持ってたんですよ、両手に。でパスもこうやって出してピッてやるじゃないですか。で僕どっちだったっけな、まあ、どっちかね、片手に荷物を集めて通ったんですね。でね、ちょっとぶつかっちゃったんですよ、その女の人に荷物が。でごめんなさいって言って通ったんですけど、その通った後に女の人が後ろでなんか、今ぶつかったんだけどってそのヤンキーの男に話してるんですね。やばくないみたいな感じで、やべえと思って、復讐されると思って速攻で逃げて、その駅のホームの端っこに逃げましたね。見つかんないように自販機の後ろ、ちょうど横の影になってバレないように次の電車待ってましたね。まあそんくらい田舎に住んでる、ちょっと、怖いところに住んでるんですけどヤンキーに絡まれたってお話でした。僕ね、昔からヤンキーに絡まれるんですよね。しかもちょっと5歳ぐらい下、高校の時は中学生ぐらいの人に絡まれて、大学生の時は高校生に絡まれて、ほとんど電車とか学校の帰り道とかなんですけど、思いっきりか避けても避けても避けても、こうやってついてきて肩バーンってぶつけられたり、正面からね。であと電車こうやって乗ってたら、なんか明らかに中学生ぐらいの子が、その身長ちっちゃめで5人ぐらいわちゃわちゃしてて、なんかチラって見ちゃったんですよね。なんか気になっちゃって、そしたらもうイチャモンつけられて、この距離でずっと2駅ぐらい過ごしてなんか言われてて、全部無視してたんですけど、とかね、結構なめ、こういう顔なんでね、あと身長とかも結構ガリガリなんで、なめられやすい感じなんですけど、あとね、印象的なのがね、大学生の時かな、通学中に電車に座ってたら、普通に正面に高校生3人ぐらいのヤンキーっぽい人がいて、大学なんでなんか授業バラバラじゃないですか、朝とか昼とか。だから
なんか多分学校サボって電車でどっか行くみたいな高校生だと思うんですけど、3人ぐらい目の前に座ってなんか言われてましたね。どこ同い年みたいな感じに言われて、いや違いますって言って、こうやってずっと下向いてやり過ごすっていうね。だから怖いんですよね。ちょっと絡まないでくださいって言いたいですねまさかこの今28でアラサーなんですけど、この年にもなってね絡まれるっていうのはね結構きついですね穏やかに過ごしたいのに。で今日はねプレゼント届きました。ありがとうございます。これ開封してね気分を上げたいと思いますね。狭い家なんでカメラの設置がね手こずりましたけど、開封したいと思います。このね見せながら開封するっていうのは難しい。なんか伝票飛び出てるんですけどこんなことあるのかな。伝票が飛び出てる。よいしょ。お、これはクラシックバックパック黒リュックですね多分。ありがとうございます。アマゾンベーシックのね、なんかアマゾンのプライベートブランドみたいなのがあって、それのリュックです。ありがとうございます。リュックね売っちゃったんですよ。ブランドものってかね、そんなに高くないけど1万円ちょっとぐらいするやつ、それが結構気に入ってて買い替えてっていうのを10年ぐらいやってたんですけど、ついにそのリュックも売っちゃって、でねどうしようかなって感じで今ビジネスバッグで移動してて、で新しくワークマンで買いに行こうと思って10キロぐらい歩いたりしてたんですけど結局見つからず、まあなんで売っちゃったのかなって感じなんですけど、このねリュックいただきました。ありがとうございます。あんまねビジネスバッグで出かけたくないんですよね。なんかあのバッグねあんま気に入ってない。やっぱり嫌な思い出があるし、あとなんかボロボロなんですよね。新品で買ったはずなのに結構ね6000円7000円ぐらいでビッグカメラで買って、でもう1週間後ぐらいには中のビニールみたいなのがボロボロ剥がれてきて失敗したなって感じで、それも嫌だし、だからあんまり使いたくないんですよ。でもねこのリュックを今日はいただいちゃいました。ありがとうございます。すごっ、いただいちゃいましたね。ありがとうございます。こんな感じ。あ、意外とちっちゃいですね。でも僕身長ちっちゃいんでちょうどいいかもしれない。かわいい。ありがとうございますAmazon ねヘビーユーザーで結構好きなんで、アマゾンマークがついてる。中もこんな感じでねシンプルな作りで、パソコンも移動できるし、あとねこれか、このアマゾンベーシックっていうロゴがね入ってるんですよ。かっこいいですよね。結構ねいい作りというかしっかりしてますね。ありがとうございます。これでねスーパーに行けますね。嬉しい。かわいいですよね。普段使いにめっちゃいい。映ってないか。こんな感じでね、いやめっちゃ実用的なものねいただいてね嬉しいですね。やっぱり僕ゲームとか漫画とかも読まないし、音楽もあんま聴かないから趣味とかもあんまないんですよね。だからなんて言うんだろう、いらないものがこの部屋にないし、うんって思ってたんですけど、こういうねなんか普段使える QOL クオリティオブライフ、自分の生活の向上につながるちょっとしたねプレゼントいただくと嬉しいですね。ありがとうございます。ヤンキーに絡まれて落ち込んでたんですけど、これで気分が上がりましたね伝票を見ますね。
出かける際に何かとご入用だと思うので、ご入り用かな、ご入り用だと思うのでリュックもお送りします。いろんなお出かけに持って行って使ってもらえたら嬉しいです。ゆうさんですね、ありがとうございます。ゆうさんね、めちゃめちゃ送ってくれますね。今日のコーンフレークもゆうさんにいただいたしね、本当にありがたい、感謝の一言につきますね。もうバッグはねこれしかないんで、これでずっとお出かけしたいと思いますね、壊れるまで。だいたい僕ね物持ちよくて普通に 4,5 年とか物使っちゃうし、まあ、壊れてもそのものを使う傾向にあるので、靴とかもねそう言って使って、バッグもねこういうとこなんか切れちゃうんですけど縫って使ったりしてたので、もう下手したら何年もずっと使うことになるんでね、嬉しいですね、ありがとうございます。早速ね今日お出かけの予定はないけど、これでねスーパー行ってレジ袋代を浮かせたいと思います。ゆうさんありがとうございました。いつもすいません。ご視聴ありがとうございました。